はいどうも、ブラックパンダです。 X220 魔改造パート3をやっていきます。今回はフル HD ディスプレイに換装をします。単純にディスプレイを付け替えるだけだとダメなので、今回こちらを用意しました。フル HD モッドキットになります。こちらはですね、多分ロシアだと思うんですけれども、そちらのニトロキャスターっていうショッピングサイトから購入しました。これを基板に取り付けてフル HD 化していきたいと思います。はい、でもちろんこちらね、液晶パネルも購入しました。購入するときはモッドキットに対応しているものを選びました。はい、それでは早速分解して取り付けしていきましょう。ここまで分解したら、次はキーボードベゼルを外します。ネジを2本外した後に配線を取るんですが、この配線がね、しっかりとね、どこに何があったか覚えておくようにしておきましょう。ここまでバラしたら、今指で刺しているところのビニールを切り取って基板を露出させていきます。切り取ったらこんな感じになります。Core i7 の基板のみ R318 のチップ抵抗を取り外す必要があります。この矢印で示している部分ですね、このチップ抵抗を外します。はい、取り外しました。次はモッドキットに入っているセンスワイヤーの取り付けになります。この指で刺しているチップコンデンサーの列の右から3番目にハンダ付けします。モッドキットに入っていたセンスワイヤーがなくなってしまったので、家にあったワイヤーを取り付けていきます。キットに入っているセンスワイヤーはエナメル加工されているらしいので、最初にね、ちょっと削る必要があるみたいです。はい、ハンダ付けが終わりました。ちょっとヘタっぴですけど、こんな感じです。はい、アダプターボードの取り付けに入ります。こちら先ほど取り付けたセンスワイヤーをスロットの穴に通して基板に乗せていきます。はい、こんな感じです。ランドがついている7箇所のスルーホールにピンがしっかり入っているのを確認してハンダ付けしていきます。はい、ハンダ付けが終わりました。こんな感じです。はい、次はさっき付けたセンスワイヤーをアダプターボードのパッドの上にハンダ付けします。余った部分は切り落とします。次は電源ラインの配線になります。モッドキットに入っているこの線を使っていきましょう。電源はこの2箇所から取ります。ここにハンダ付けをしていきます。はい、このように上の抵抗と下の空きパッドにジャンパさせるように配線をハンダ付けします。アダプターボード側のパッドにもハンダ付けします。はい、こんな感じですね。取り付けが終わるとこんな感じです。ハンダ付けの作業はここで以上になります。ディスプレイを取り替える前に一度テストしておきます。
モッドキットに入っているこのケーブルを使っていきましょう。今ついている液晶パネルのコネクタを外しておきます。今外したコネクタのところに LVDS ケーブルを取り付けます。このケーブルを取り付けるときは向きに注意してください。折り返してアダプターボード側にも取り付けします。次はこの EDP ケーブルを使ってフル HD ディスプレイとアダプターボードをつなげます。それでは電源を入れて画面がつくかテストしてみましょう。無事つきましたね。もしここで不具合があったらハンダを付け直すと改善する場合があるみたいです。それでは次の工程に行きましょう。ディスプレイを付け替えるんですが、ネジを4本外す必要があります。ここにある2箇所の目隠しを外します。するとネジが2本出てくるので、それを取り外します。はい、次はベゼルを外すんですが、このようにピックなどをね使って爪を外していきます。パネルを固定しているネジを4箇所取り外すと液晶パネルが取れます。はい、あとは液晶パネルを取り替えて終わりというわけにはいかないんですよね。このままだと入りません。なので少し加工していく必要があります。加工の邪魔になるので、このヒンジの金具を取り外します。ここについている小さい基板も取り外しておきましょう。ここに電源ステータスインジゲーターがあるので、この部分をテープで保護します。今から削ったりするんですが、そこにね、削りカスなどが入らないようにするためです。ここの出っ張りの部分を削っていきます。左右あるので2箇所とも行います。ここでタックライフの登場です。すみません、さっきね指で隠れていたんですが、この矢印で示している部分も削り取ります。削ったところはテープを貼り付けて保護しておきました。天板部分の加工は以上になるので、次はベゼル部分の加工をしていきます。この指で刺しているこの出っ張りですね、ここも2箇所あるので両方とも削ります。はい、このようにね、削りました。削った上からまたテープで養生しておきました。加工が終わったらヒンジを元に戻しておきます。この基板も元に戻しておきました。
で、この部分なんですが、もともと配線はね、この上を通っていたんですが、次はね、この下を通すようにしておきましょう。はい、それでは液晶パネルを乗せていくんですが、このままではですね、まだ入りません。ヒンジ部分に液晶パネルが干渉して入らないんですよね。この部分を斜めにカットする必要があります。ここの切り落とす部分は液晶パネルの基板になるので結構力がいります。これで収まったので、ようやく取り付けができますね。固定する前に忘れずにケーブルを挿しておきましょう。はい、これで液晶パネルの交換は以上になります。組み立てはさっきとね、逆のことをするだけなのでカットです。組み立てが終わって Windows を起動させましたが、パネルのね、四隅が暗いんですよね。こちら不良品だったんでしょうか。ちょっと残念ですね。ディスプレイの解像度を確認します。ちゃんとフル HD で認識されていますね。はい、今輝度の調節ができるか確認しています。ちゃんと問題なくできていますね。はい、次にビフォーアフターを出します。画面はね、すごい綺麗になりましたが、やはり四隅がね、少し暗いのが気になりますね。はい、今回の改造は以上になります。パート4ではスピーカーの改造をやっていきます。ありがとうございました。